って、なんか私ちょうど、え、なんでだろう、あれだ、そのフリーレの明日の動画を見て流そうとしてたから一回止まっちゃって、その間に話してたのかな。そっか、じゃあコメントすればよかったかな。はい、野々口さんがいたのは知ってます、もちろん。ねえ、そっか、めっちゃでもなんか真剣に聞いてました。途中からちょっとやることあったので諦めましたが、ねえ、マジか。なんかそう、須田さんがもう9期生ね、まだ確かに須田さんのことどのぐらい好きかっていうのがまだ多分分かってないと思うので、そこまでお話しする機会とかがあまりないので、ないっていうか、まあこっちが話しかけないだけかもしれないけど、なんか私あんまり先輩に、この間でようやくミコッティさんに話しかけられたぐらいで、なんか本当になんか自分からいけなくて。でも須田さんは本当になんか一番最初のお披露目の時も、一番最初の握手会の自己紹介とかして回る時も、なんかずっと MC とか青春ガールズ公演の MC とかでも結構ずっと須田さん好きみたいな、尊敬してる先輩とか好きな先輩で、結構はい、名前言わせていただいてるんですけど、本当になんか好きもあるけど尊敬も強いしなんかでもまだね、そう話した方がいいのかもしれないけど、やっぱりなんか緊張しちゃいますね。やっぱ研究生だし、あんまり研究、青春ガールズ公演とかで一緒になった先輩とかだったら、やっぱり一緒に公演やってるから話す機会とかもあるし、ラジオとかもそうだけど、なんかそういう機会がある先輩とか、結構近い先輩とかはやっぱり話す機会っていうのが、ハチキドラさんの先輩とか多くなると思うんですけど、やっぱそれ以上の先輩ってなるとなかなかね、なんか話しかけられないですね。逆にみんなすごいなって思う。でも話しかけた方がいいですよねでもその握手会で大阪の時とかもなんか座ってるの見えて、めっちゃ挨拶をしましためっちゃ挨拶をしてました。おはようございましたか、お疲れ様でしたか、めっちゃもう誰よりもね早く行ってたんですけどそうですね、話しかけられるように頑張ります。あ、ももたんだったんだ、須田会希望みたいな、一人いるみたいなコメントを見ました。はい、私もいつか入れるように、まずはお話できるように頑張ります。